皆さんこんにちは、歌舞伎 YouTuber の電脳ワフです。今日は少し趣を変えて、先日アメリカのエミー賞を取得したテレビドラマの将軍についてお届けしたいと思います。いやー、見て感動しました。ものすごい迫力です。ただ私も正直言って、これディズニープラスで日本は配信されてるんですけども、普段はディズニープラス契約してませんということで、これを将軍をまだ見てないファンの方も歌舞伎ファンの方も多いと思いますので、私が今日は概略、面白さをお伝えしたいと思います。ただ普通歌舞伎毎月のランキングの時はあらすじをお届けしてますけども、今回は皆さん日本の方がどこでも見れるということで、あえてあらすじはお話しません。さて、この将軍ですは真田広之さんです。実は私このセルフレームのメガネをかけていて、先日まで少しひげがなかったんですけど、そしたら真田広之さんに似てるというふうに言われました。ちょっと嬉しいです。真田広之さんが主演そしてプロデューサーを務めています。このプロデューサーを務めるということが非常にこの作品に深みを与えています。真田広之さんが一生懸命になってプロデューサーの条件として出したのが2つある。1つは日本人の役は全員日本人の俳優を使ってくれと。そして2つ目、衣装やシーン、特に衣装とかカツラとか全部これ日本のスタッフを、京都、うずまさ系の京都のスタッフをアメリカ、今回実はカナダで撮影したそうですけども、現地まで連れて行ったということで、非常にこの衣装、着物、そしてセット全部見応えがあります。セットもむやみに CG を使わず、本当に大きな船、そして街のセットを組み上げて、それをハリウッドのスタッフが組み上げて、実際に近い形で行ったそうです。船も本当に大きな船を作って、その中に水を上からぶちまいて、聞く嵐のシーンを撮ったそうです。そんなことで、素晴らしい作品ができています。舞台は16世紀豊臣対徳川、そしてそこに細川ガラシャが、そして異国の地から三浦按針が乗り込んでくるというストーリーです。イギリス人航海士のジョン・ブラックソンが日本の戦国時代の舞台に巻き込まれる壮大な物語です。日本の歴史をモチーフとしていますが、あくまでも架空の話ということです。登場人物、これは頭に入れた方がいいと思います。登場人物はまず徳川家康、家康役、これは家康役、これは吉井虎長、これを真田広之さんがやってます。それに敵対するのが豊臣方、石田三成ならぬ石堂和成で、その和成を筆頭とする五大老、大野、木山、杉山、その中に吉井虎長も大老の一人としています。この五大老の四大老と、実はキリシタン、日本に布教しているポルトガルカソリックが一緒に組んでいます。そして家康をモチーフとする吉井虎長と組むのが按針、これは三浦按針の按針そのままです。そして通訳として戸田真理子、この戸田真理子が細川ガラシャをモデルとしているそうです。それに虎長の部下でも途中裏切る藪重アム、そして息子は長門、これも悲壮な最後を迎えます。こういう人物相関の中で物語が進みます。本当にこの按針が、これはイギリス出身でオランダ船に乗ってくるということなんですけど、実はプロテスタントだということで、ヨーロッパで起こっているカソリック対プロテスタントの構図を日本に持ち込みます。私見ていて本当にこれは忠臣蔵のようだな、忠臣蔵を徒狂言で見てるようだなというふうに思いました。このディズニープラスやネットフリックスはこの10を一気に見られるというところがありますんで、本当に歌舞伎座で投資狂言で忠臣蔵を見てるような錯覚に陥りました。本当に続けて見たくなる、我慢できなくなる、どうなるんだ、次はどうなるんだ、そこにいろんな小さい物語エピソードが組み込まれていくという感じがしました。くしくもこの主人の真田広之さん、実は147浪人
という47人の浪人たちという宇宙シングラをモディファイとしたアメリカの作品になんと大石蔵之介役をやっていました、まあ、そんな縁も味ます。そして歌舞伎ことの歌舞伎の連ということでは徳川家康関連の歌舞伎ではこれは昨年信康を染五郎さんがやったのを思い出しました。実はこの将軍の中でも息子の長門が血気流行るでも最後に死んでいくという悲壮なエピソードがあります。まあ、歌舞伎の去年の染五郎さんの信康良かったですね。おじいさんのさんとやってましたけども信康も最後、まあ、城の中で中から命ぜられて死なざるを得ない死んでいくという染五郎さんの演技を思い出しました。一点注意しなくちゃいけないのは、まあ、歌舞伎はあくまでも人間の想像力、まあ、観客の想像力を大切にしていてあんまりグロテスクなシーンというのはたまに首が、まあ、歌舞伎座の妹山女帝金でも染五郎さんが自分の愛する恋人の顔をこの自害していく中で合わせるというシーンがありますけどもこの将軍テレビドラマですんでこれ日本の大河ドラマなんかよりも、結構血がブサッブサッと手を切られて飛んだり首がシュパッと、まあ、最後解釈されたりというところがあります。まあ、そこら辺心臓の弱い方は見ない方がいいかもしれません。まあ、でもその分すごくリアスティスティックなのがこのテレビドラマの将軍です。あと徳川家康関連だと実は、先月私もし徳というもし徳川家康が総理大臣だったらという映画を見ました。実はそれもよくできていました。それはいやこのコロナの時に総理大臣そして、内閣を全部過去の偉人たちで作る偉人ジャーズという話でした。その時は徳川家康を野村萬斎さんがやっていました。そして豊臣秀吉、まあ、豊臣秀吉を大河でもやった竹中直人さんがやってました。まあ、結構コミカルでもあったんですけどとてもメッセージ、まあ、過去の偉人たちだったらこういうふうに政治するだろうと、まあ、日本のみんなも、わーわー、批判ばかりするんじゃなくて、実際に動けという未来志向の話でよかったです。まあ、そんなことも思い出しました。まあ、機会があったら、もし徳の映画も見てみてください。ということで10話、まあ、1時間ごとの10話でディズニープラスでこの将軍見られます。いやエミー賞本当にアメリカでドラマ化されるというだけじゃなくてテレビドラマ界、まあ、テレビ界最高のエミー賞を18巻取ってしまうと18部門取ってしまうという、まあ、そして、なんと日本語が半分以上ある。でもそれに、まあ、それに英語の字幕をつけながらミー賞を取ってしまうという将軍おすすめです。私も実はディズニープラス、1ヶ月間990円で、契約できますんでそれで見ました。ぜひ、まあ、言ってもいいんで、皆さんこの将軍を見ることをおすすめします。まあ、本当にここまでドラマの中にもお茶が出てきたりそして豪農も出てきます。まあ、日本から役者を、連れてったそうです。そしてそこに宿命、まあ、自分の運命を受け入れる、まあ、彼らカルマって言ってましたけども、まあ、そういう日本人の死生観も描かれていますということで、そして細川ガラシャ、まあ、明智光秀の娘だったんですね。とてもよく描かれてます。まあ、美しさに加えて薙刀の戦闘シーンとても見応えがありました。そして徳川家康役の真田広之、まあ、全てを計算して戦わずして策を見てそして平和を望むという姿素晴らしいと思いました。今のこの、まあ、ウクライナ戦争等いろいろ世界騒がしい中ですけども、まあ、そういうメッセージも世界に受け入れられたかというふうに、まあ、その中で本当に自信も出てきたり日本の礼儀が出てきたり切腹があったりということで目が離せませんでした。ということで今日はエミー賞を取ったアメリカのテレビドラマ将軍をご紹介しました。あとは皆さんの目で確かめてください。また9月が終わりましたら10月の歌舞伎座のランキングもお届けしますということで、まあ、そういう情報の公式でも発信しますんで、ぜひLINE の公式に登録いただけると幸いです。毎週いろんな情報をお届けしてます。月曜の朝にお届けします。そして、ぜひいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、将軍見た方もし徳見た方、感想を書いていただけると幸いです。まあ、歌舞伎
ファンが見たらどういう風に見えるのかということも素直に教えてください。ということで、歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。また一緒に歌舞伎を楽しみましょう。日本の伝統芸能を楽しみましょう。それではまた。